1978年のなぎさ駅と、周囲約500メートル範囲。右が、門別方面。左は、名寄方面と、なぎさ線北見滝の上方面。国鉄型配線2面3線と、駅舎横の貨物ホームへ引き込み線、多数の仕分け線を持つ。駅裏の機関区には、扇形車庫の跡と、転車台が残っている。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成なぎさか駅は、北海道紋別市諸骨町三丁目に、かつて存在した、北海道旅客鉄道の駅である。なよ本線の廃線に伴い、1989年5月1日に、廃駅となった。1980年まで運行されていた急行、テント、および1986年まで運行されていた、 急行、門別の停車駅であった。廃止時点で一面一線の単式ホームと線路を有する地上駅であった。ホームは線路の北側に存在した。国鉄時代末期に無人化されるまでは単式ホーム、島式ホームを複合した計二面三線のホームと線路を有する列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは 駅舎側ホーム西側と島式ホーム西側を結んだ、古線橋で連絡した。1983年時点では、駅舎側端式ホームが、下りの1番線、島式ホーム駅舎側が、上りの2番線、外側が、なぎさ線8着の上下共用3番線となっていた。3番線の外側に、旧貨物側線を5000 そこから車庫線などの行き止まりの側線も数千有した。その他、一番線の円ある方から分岐し、駅舎東側のホーム切りかきき部分の貨物ホームへの貨物側線を一線有していた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は、校内の北側に位置し、ホーム中央部分に接していた。改札口は西側一箇所にあった。 当駅が所在していた地名、なぎさ町より、地名はアイヌ語の倉庫に由来する。その滝壺から砂金が産出し、河野前金山の起源となった。門別市諸骨ふれあいパークゴルフ場などとして利用されているなぎさ駅跡地。パークゴルフ場休憩所には、旧駅にちなみ、なぎさ駅の看板が掲げられている名寄本線が廃止となった後、 当駅の旧駅本屋はバスの待合所として活用された。このほか旧駅構内は、渚ぎパークゴルフ協会が管理するパークゴルフコースとなり、1991年12月からは市民有志によって、当機関、旧機関庫を、旧諸骨駅機関庫後室内パークゴルフ場として利用するようになった。機関庫内の室内パークゴルフ場は、 現在も地元住民の同好会が管理し、毎年12月から翌年4月まで開放されている。当駅の跡地は、渚勝地区の中心部にあることから跡地利用が課題となっていたが、門別市は1997年度から再開発に着手した。駅本屋は同年解体され、1999年までに市食品加工センター、渚勝高齢者ふれあいセンター、 バスマチ愛所が入る門別市、諸骨総合交流促進施設等ツ畜農業、共済組合門別家畜診療所が建設されたほか、パークゴルフコースが、なぎさかつふれあいパークゴルフ場として再整備された。門別市は2004年度、なぎさかつふれあいパークゴルフ場などの周辺再整備を行い、この際、市が門別市運動公園で、 生体保存していた9600形状機機関車が移設された。同期は国鉄から1975年に無償対応されたもので、老朽化が進んだため、所管する門別市教育委員会は、機関車を解体して、車体の一部のみを保存することにしていたが、全国の SL ファンから完全保存を求める声が上がり、市教委が方針を転換して、補修の上、 なぎさ駅跡地に移して保存した。なぎさ線跡は、現在も一部が築堤として残存している。1985年の動線廃止後、レールなどの設備は一旦すべて撤去されたが、駅から数百メートル正方のなぎさ小学校地内の校門と運動場の間を横切っていたことから、地元のなぎさ小中学校 PTA が、 全国で唯一鉄道が走っていた学校を構成に伝えようと国鉄からレールや踏切遮断機、信号機、駅名標などを譲り受け、高知内のなぎさ線跡地に1989年線路を復元して保存している。ありがとうございます。